エキューベペプランです。信長の野望大使パワーアップキッド、さあ始まりました。南部春政プラで始まります。いつもたくさんのコメントありがとうございます。おかげさまでゲームの進行も楽しい内容となっております。これからもよろしくお願いいたします。ではね、前回ね、これ畠山をね攻めるふりしてねこれね、北条に攻め込むというね、荒技を見せましたね。で、じゃ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 ってね、一気に取っていきましたね。ええ。ということでね、今回も続きをやっていきたいなと思います。一気にね、1、2、3、4、5、6、7、8。8個城取りましたからね。ええ、内政が大変でしたね。あ、また取れましたね。我らの勝ちぞ。ああ、いい感じでね、もう始まって1分ぐらいでね城を落としてしまうというねなんということだってねひどい戦いになってる、ではね、このような形でどんどん進めていきたいなと思いますね。川越も落ちましたね。なんか川越に敵が向かってきてますね。これは川越で迎え撃った方が良さそうですかね。ではね、川越で迎え撃つということでね、ではね、このままどんどん進めていきたいなと思いますね。これで何か、これはやれることはないですね。ではね、どんどん進めていきたいなと思いますね。川越でね、戦いになりましたね。兵力差はね、ないですね。これは敵部隊少ないっていうことは一個一個が多そうですね。これはなかなかいやらしいですね。これは辛そうだな。意外とやっちまってますかね。ちょっと砦が欲しいところ、砦じゃないな、鳥居が欲しいところですがね、このような形でやっていきたいなと思いますね。ではね、このような形で、陣の方にね、みんなで逃げ込むというね。もうね、こればっかじゃねえかってね。キューベ、お前そればっかじゃねえかみたいなね、感じで思われそうですがね。これしかね、策がないのですよ、私には。そんな形でやっていきたいなと思いますね。ね、これ痛快ですからね、敵が水罠にはまるのがね。ほんと気持ちよくてしょうがないですね。よし水罠にはまってくれますね。敵本陣が、こちらに向かってきますね。なかなかこれは新しい動きですね。これはちょっと手強そうだな。敵はこれちょっと嫌な動きしてますね。私こういう動きが一番嫌ですね。片っ端からね、ちょっと兵士の少ない部隊は迂回させましょう。ちょっと気をつけて行動させないとダメそうですね。このような形でね、やっていこうかなと思いますね。これほどとやりおるわ。玄庵さんがなかなかですね。投げ払え。よし、これで綱重さんをね、なんとかやっつけたいですね。これちょっとまずいな、この舞台が。これちょっと逃げさせましょう。やりたい。
前、やりたい。前。規制崩しかなんかあれば、ああ、追っかけられるんですがね。ああ、ちょっと足が遅いですね。ああ、これは参ったな。始めるぞ。こいつもちょっと逃がしましょうかね。始めよ。ああ、黒川くんで迎え撃ちましょう。こちらの部隊はね。あ、これハマっちゃってんのか。ああ、手強い。手強いぞ。この部隊、あ、この部隊で追っかけますか。突撃でね、追っかけてやりましょう。やりたい前。よしよし、いいぞ。ご命令ください。石川と黒川くんでね、うん、追いかけましょう。行こうぜ。お覚悟願う。ではね、このまま綱重さんをね、追っかけてやりましょうね。引くぞ。叩き潰せ。ご命令ください。この舞台でね、後続部隊をやっつけていきましょうかね。うん。とりあえず、被害はとりあえずまだ出てませんね。やりたい。また突撃だ。よし、倒しましたね。よし、いいぞ。綱重さんをね、撃退しましたね。3万の部隊がポンと吹っ飛びますからね。いいですね。うん、よし、いいぞ。上田が、うん、投降しましたね。かたじけない、うん、ではね、この、田村の部隊は、うん、これで結構被害が出ちゃってる部隊がいますね、うん、この部隊とこの部隊は、返しましょうかね。うん、でもうちょっと編成しましてね、うん、これで、ちょっと呼び寄せましょうかね。全然こちらの方に武将が来てませんね、うん、とりあえずは結城城の部隊をちょっと呼び寄せましょう。うん、結城城と宇都宮城ですね、うん、この部隊を呼び寄せましょうかね。で、集結地点はね、川越城で、うん、ここから八王子なんか攻めちゃおうかなって、八王子ですね、八王子よりも、八王子、まあ八王子ですね、八王子目指しちゃいましょう。ではね、どんどん進めていきたいなと思いますね。うん、これ、石塚の方に。おお、瑞賢院さんですね。うん、こちらもね、あ、でも敵は2万6000ですね。うん、余分な部隊を連れてきましたね。またね。余分な部隊連れてきちゃうからもう。ではね、また陣の方にね、引きつけて敵を叩いていくというね、形を取りましょうかね。この陣があるとね、士気が下がらないので、農兵だらけの部隊と戦うときはね、こちらの方が有利なんですよね。敵はね、士気が下がりますからね、うん、ではね、このようにして、敵を迎え撃つというね、形を取りましょうかね、うん、よし。逃しはしません。いいぞ。命は惜しまぬ。それが我が戦よ。よし。やりよ。あ、ひどい。これはひどい。やりたい前。すごい勢いで減りましたね。敵は鉄砲隊用意してきましたね。うん、やりたい前。鉄砲隊がね、いやらしいんですよね。覚悟しろ。
一連卓勝をこれでやって敵をねおびき寄せて叩いていきましょうかね。うん、このような形で、どんどんねこれで、こちらの方に流れていくと、横にね左の方に流れていくというね、こういう戦法を見せましょうかね。覚悟しろ。うん、でこの陣はねあえておとりなんでね、敵はこれに引きつけられてくれるとすごいありがたいんですがね。よし、次は始めるぞ。コーバインさんですね。引くぞ。やりたい前へ、やりたい前へ。よしいいぞ、よしいいぞ、前へ。よしいいぞ。次はズイケインさん、あんただ。やりたい。よし、敵を囲んでますね。うん、いい塩梅ですねこれは。一枚上手のようです。よしよしよし。覚悟しろ。無駄死にできません。引きましょう。ひどい勝ち方だ。楽勝ですね。志果たすまで決して負けはせぬ。ね、3万以上の兵がね、3万5千近くがポンって吹っ飛びますからね。ひどいな。こちらはね、もう被害がもう5千とかですからね。いい塩梅できてますね。うん。これ八王子は、大丈夫ですね。上限兵士数が、そこまで、いってないですね。ちょっとビビっちゃいましたね。敵はこの7000、あ、そっか、安藤がいるからビビってるんですね。北が攻められちゃいけないとね、援軍送りましたね。よし、この舞台でね、里見義弘ですね。かなり過小評価されてる里見義弘さんですね。里見さんがね頑張ってくれないとね、本当に里見さん強くしないとね、北条がねもう領土拡大しまくりなんでね。これはちょっとね信長の野望シリーズをね、危うくさせてますよね。里見もうちょっと頑張れよみたいなね、そんな感じですね。ではね、またこの陣に逃げ込む形を取ってみましょうかね。ではね、始めたいなと思います。あえてね、この水っぺりにね陣を置くというね荒技を見せますね。こんなところに置いてお前大丈夫かみたいな ね、そんな感じですね。覚悟してもらおう。よし、このような形でね、逃げ込みたいなと思いますね。もう水上要塞ですよね。よし、いいぞ。この一撃、全てをかける。よし、敵は全部に引っかかってくれますかね。全部に引っかかってくれそうな感じはしましたね、今ね。行こうぜ。やりたい前へ。油断したようだ。やりたい前へ、やりたい前へ。俺、稽古をつけてやる。よし。ひどい、ひどい戦いだ。うわ、叩き潰せ。これはひどい。行こうぜ。ちょっとこれ本陣が、本陣をちょっと逃げさせましょう。やりたい前へ。よしいいぞ、どんどんこれ始めるぜ。これね、右回りでね行きたいなと思いますね。叩き潰せ。うわ、敵は半端ないなこれ。始めるぜ。やりたい前へ。始めるぞ。ではね、しんがり部隊を、使わしましょうかね。このような形で、で残りでねもう本陣を目指しましょうかね。この部隊とアサリサーの部隊ですよね。
ご命令覚悟せよ。こいつはほっときましょうかね。敵の居所知れました。敵本陣、あ、こっちか。あ、あれでしたね。これはどうしましょうかね。あえてこいつを目指しちゃいましょうかね。片っ端から潰してやりましょう。ちょっと待って、本陣何やってんだこいつは。始めるぜ。やりたい、前一旦引こう。よしよし、いいぞ。敵本陣が出張ってきましたね。うん、始めるぜ。ではね、アサリさんの舞台で、酒井をね撃退してやりましょう。このような形でね。前、この舞台はなんだ。あ、こいつまずいな。始めよ。やりたい、前、やりたい、前、一旦引くぞ。よし、一旦引こう。よし。お覚悟願おう。この舞台まずいですね。ちょっと逃げさせましょう。我が命に従え。大丈夫かな、逃げ切れるか。あ、逃げ切れそうですね。命令してくれ、始めるぜ。なんとかやれますね、これね。まさか。よしよし、いいぞ。ではね、敵本陣を目指していきましょうかね。この舞台後で逃がしましょうかね。命令してくれ。やりたい、前。よしよしよし。よし、やってくれ。勝ちましたね。やりたい、前。大きな被害は出ませんでしたね。勝ち戦だ。宴の支度だ。また3万以上の兵がポンと吹っ飛んだ。ひどい戦いだな。ひどいな、これは。片付けない。ではね、ちょっと、この舞台ですね、門脇の舞台がやばいのでね、返しましょうかね。本陣もまずいな。っていうか、残らなくなっちゃうな、これだと。本陣とかは、門脇だけね、ちょっと帰らせましょうかね。500を切っちゃってるんでね。ではね、このような形で。これ、上限兵士数を下回っちゃってますかね。大丈夫かな、これ。ちょっとまずそうですよね。ではね、今回もね、ちょっと長くなってしまいましたのでね、ここまでにしたいなと思いますね。で、次回もね、総統戦ですよね。ではね、今回はここまでにして、いつもたくさんのコメントありがとうございます。できる限りゲーム進行に反映させていただきます。たくさんのコメントお待ちしております。ではね、今回はここまでにして、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。ではまた。